はい、帰ってきました。と今回は私の休日のナイトルーティーンを紹介したいと思います。ゴー。まず帰ってきたら外が寒いのであったかい飲み物を飲むんですけど、いつもルイボスティーっていうカロリーがゼロらしいんですよ。だからルイボスティーを飲んでます。で、いつもコップに入れて温めて飲んでます。いただきます。なんか末端冷え性でいつも寒いんですよ。なんか体の中は温まっても手先とか足先とかが冷たくて、お風呂出てもすぐ冷たくなるんですよ。もう北海道ないと生きていけないです、学校とか本当に。それでルイボスティーを飲んだら次に YouTube でニコラ TV を見てます。通学中に見れないので、いつも帰ってきたら私に帰ってきてすぐ見てます。と私が一番好きなのはみやここちゃんの企画、まあ、全部好きなんですけど、特にだったら今日はミシン全身ゲームやります。ですけど、何回目、2回目、3回目ぐらいだから。そしたら次にパジャマに着替えていきたいと思います。はい。今パジャマに着替えてきたので、メイクを落として髪の毛をポニーテールしてるのでほどきたいと思います。これ大好きなスヌーピーのやつで、こっちはニコラの3月号のフラクと。じゃあまずメイクを落としていきます。これはポイントメイク、マスカラとかアイラインとかを落とす用の目に合ったサイズ。ゴシゴシするとまつげに良くないから、ギュッて落ちた、落ちたのかな。反対もやります。オッケー。次はビフィスタメイク落としを使います。これは全体的に落とすやつです。次、髪、普通にまず降りてなんだっけ、ラブコームっていうところの櫛をなんかおじいちゃんにこの間もらいました。静電気を通さないらしくて、なんか櫛でやったりするとファーってなっちゃうけど、これは髪が落ち着く。ニコマになってからストレートパーマをかけたんですよ。すごい寝癖とかも全然つかなくて朝楽なんですよ。寝癖がすごい人におすすめ。この跡がつかない前髪クリップってやつ、メイクさんとかもみんなこれ持ってるんですよ。だから買いました。前髪を止めたら、じゃあ次はスキンケアをしていきたいと思います。まずお風呂から出て一番最初に塗るのはこの、名前わかんないんですけど、皮膚科でもらった美白の美容液で、これは普段は冷蔵庫に入れて保存しています。なんかこれすごい伸びるな、伸びる、すごい広がるから、ちょっとで大丈夫です。なんか余ったら手とかに塗ってます。いつも化粧水はこのラロッシュポゼトレリアンモイスチャーローション。最初はこのトレリアンっていうやつじゃなくて、ニキビができやすいからニキビ用のやつを買ったんですけど、なんか皮膚科の先生に私の肌にはこっちの方がいいって言われたのでこっちを使ってます。リミって書いてある。
くらい。なんか私はさらっと手でさーってつける、ギュッギュッっていうか、なんか擦りすぎちゃうとやっぱり肌にも良くないから、さらーってつけて、余ったのは手で。次はクリームなんですけど、これと同じトレリアンの保湿クリームです。これもちょっとこんくらいだったら、ほっぺとおでこと鼻とかに塗ります。あ、順番間違えたか。本当は化粧水塗ってパックしてクリーム塗るんですけど、間違えたので、でもまあいいや。私は毎日このなんかたくさん入ってるやつ、ルルルの白のパックを使ってます。365って書いて、毎日使えるやつです。じゃあ貼っていきます。お父さんと一緒に2人でやってるんですけど、お父さんが帰ってきたりとかするとめっちゃびっくりされます。怖いよって言われる。なんか2人でお母さんとパックしながらいろいろ明日の準備とか動いてるから、めっちゃめっちゃ怖がられる。なんかあのこうパックのシワになってるのが好きじゃないんですよ。だからいつもめっちゃぴったり貼ってる。ちょっと待ちます。遊んでます。5分から10分経ったら、こうやってなんか手でこうやって温めるといいらしいので、こうやってやってから取ります。こうやってなんかそのパックの美容液を顔に染み込ませます。で、いつもはクリームを塗ってます。間違えちゃった。軽くマッサージをしたいと思います。なんか今日とかお出かけしてて、一日歩いて疲れた日とかにマッサージ、足だけマッサージしたりとかしてます。いつもお風呂上がりにマッサージをするので、お風呂上がりに塗ってるクリームなんですけど、バセリンのアドバンスドリペアボディローションか、これ新しく出たやつらしくっておすすめです。なんかこの蓋取ってチューってやって塗るやつもあるんですけど、ポンプの方が私的には簡単にシュッて出るからおすすめです。じゃあ塗ってマッサージしていきます。匂いがします。でも香料って書いてある。感じる匂い。匂いを感じます。ミルクすべすべになります。いつもテレビ見ながらとか YouTube 見ながらやるので、今日も YouTube をみやここちゃんのやつを見ながらやっていきます。下から上にやります。足太いのが悩みです。なんか筋肉つけすぎても太くなっちゃうから難しいんですけど。最高ですね、エアコンとか。なんか膝周りもやると、なんか太ももの肉がよく膝に乗っちゃったりとかすると思うんですけど、それもならなくなりやすくなる。こんな感じです。リミのルームグッズでおすすめなのがあるので見てください。まずこっちがルームソックスで、クリスマスプレゼントにもらったんですけど、なんか雪だるま書いてて、後ろに滑り止めついてる、ツリーと雪の形した滑り止めがついてるから転ばなくて安全です。と次にルームシューズ、これは誕生日プレゼントにもらいました。プレゼントだらけ。なんかここに留めるものがあって、こんな感じでスポッて抜けないんです。なんかおかしくなっちゃった。かわいいです。セットにしていつも使ってます。
つけたままだったので取ります。いつもマッサージの前に取りますよ。以上がリミのナイトルーティーンです。みんなも参考にしてみてください。じゃあなんかミディキュット履いて出ます。バイバーイ。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。コメントも待ってます。おすすめ動画も見てね。リミの最近見た夢はこの間のミニミニ開放日の前日に見た夢なんですけど、緊張してたのでなんか全部やることが失敗しちゃうっていう夢でした。来てくれた方ありがとうございました。楽しかったです。バイバーイ。